来ました、こんばんは、元気きたーにょ、こんにちは、やっほー、こんばんは、今日4月8日、何曜日だ、今日は月曜日、ぬぎょう病を担当する依田祐希です、よろしくお願いします。今日は何してたんですか皆様。でも月曜日やから平日学校とか、みんな学校かな、もう春休み終わったよね、終わったのかな、終わってないの、春休み中かな、あの学校だよって、大学始業式、今日始業式、今日からの人がめっちゃ多い、あでもまだ春休みの人もおる、明日からだよ、仕事だよ、今日休み、明日から、あやっぱ地域によって違うんかな、なるほど。ちなみに私は今日は、サンデーさんの撮影をしてきました、すごいね、楽しかったよ、なんかピクニックみたいな感じでした、楽しかった、本当に。ちょまだ発売はちょっと先なんですけど、お楽しみにです。オフショットとかもいっぱい撮ってもらったので、後々上げていきますよろしくお願いします。はい、視聴者1万人超えました、ございます、平日に嬉しい。はい、まず前回のメンバー蓮華からの宿題をしたいと思います。これだ、蓮華の好きなところを一つお願いします、てんてんてん丸蓮華の好きなところは、まずよく笑うところ、よく楽屋とかでもわっはっはって明るく笑ってるのを見て、なんかほっとし安心する。あとなんかすごいチビとかめっちゃ結構年下なんやけど、すごいチビとか言ってくるところも割と好きですそれ M みたいになってくるけど、でもうん好きだよ蓮華。うん、ね、蓮華の笑い声いいよね、笑顔もかわいい。ね、そうなんか意外とさ、こうやってズバズバいじられるの好きかも。ん？じゃあ蓮華から言われると、そう蓮華から言われるとね、うん、そういうところも好きです。うん。じゃあ。大丈夫かな、宿題終わり。へえ、さて次は乃木坂46が登場するスマホアプリ乃木恋の特別企画をやりたいと思います。乃木恋とは乃木坂46メンバーと本気で恋する恋愛シミュレーションゲームです。今年の2月には累計利用者数が600万人を突破しました。おお。その乃木恋で1月から2月に行った第14回彼氏イベントで見事私の彼氏になった人たちに向けて、今から私が乃木恋の中でリアルにメッセージを送ります。私のメッセージに対して返信はできないので注意してください。あとこれは乃木恋で私の彼氏になった人限定のため、内容はみんなに見せることはできないのでごめんなさい、うん、今これを見てる彼氏のみんなも内容はコメントしないで自分の中だけで私のリアルなメッセージを楽しんでください。それじゃあ今から送ります。そうリアルタイムで送るんだね。これ画面とか映しちゃダメなんですか。じゃあ今から送っちゃいます。彼氏の皆さんに彼氏の皆さんにってなんかね面白いね。じゃあ彼氏の皆さんに送るね。2個目送った。次2個目？ 3
通で送ります。絵文字もつけちゃおう。どれがいい？これがいいな。ハートもつけようかな。送信届いたかな。よいしょ。どうしよう。最後の一個送ります。届いた。 OK 届いたかな。今送りました。3通打つの早い。本当に。あ、でもそれこの前お母さんにも言われた。片手でポンポンポンって打っちゃったら、あんた打つの早いかねみたいな。でお母さんのチラって見たらめっちゃ遅くて。そうなんですよ。みんなでもみんなどんぐらいの速さなんやろうね。なんか勇気早いのかな。人並みと思う。お母さんからしたら早いのか。読売新聞の CM。 面白いよねあれね。ぜひ見てください。本当に握手会のね感じがちょっと新鮮でしたね。ちょっと次、あ、ここで4月17日発売の乃木坂46の4枚目のアルバム今が思い出になるまでの話をしたいと思います。そっか、初回生産限定版がありがちな恋愛、逃げ水、いつかできるから今日できる、シンクロニシティ、自己中で行こう、帰り道は遠回りしたくなる、アンダーマイルール、新しい世界、三角の空き地、日常、もし君がいなければキスの、何これなんて読むんだ。キスの上の手裏剣、キスの手裏剣。あ、アゲインスト続くなんですけど、ユキ、あ、みんな教えてくれだった。ありがとう。みんな書いてくれてた。手裏剣ちょっと内緒で読めなかったのは、ユキはね、ありがちな恋愛めっちゃ好きで、なんかその音源もらった時からすごいよく、最近もしょっちゅう聞きよってね。めっちゃいいよね。そう、なんかレコーディングの時もすごい、あ、いい歌だなと思っとったけど、なんか完成したのを聞いてさらに好きになった。そう、梅ちゃんともつい昨日一緒にお仕事やったから、その話をしようって、めっちゃいいよねとか言って。うん、イントロもいいよね。あとは逃げ水も入ってますね。そう、懐かしい。もう結構意外と時間経ってるんだなって改めて思う。なんか最近でも、なんだ、ライブとかでも結構逃げ水やる機会があって嬉しい。なんか、なんだ、不思議な気持ちになる。ありがたいです。あとはなんだろう、
ビ伝説、まあ、もうすぐもうすぐザンビ伝説、あの歌、あのそうザンビの主題歌かな、ドラマのなんやけど、なんかレコーディングするときにすごいおおって思ってちょっとなんかさ披露する時が来るのかな、なんかどういう感じで披露するのかなっていうね、怖いよね最初のアスカさんのソロとかも、でもアスカさんの声好き、ね、そう歌はおおってそうザンビのドラマも見てくれて、あーありがとう、ひじり、私赤いひじりという役でして、まだ見てない人もおるかも、大丈夫かなって、まあなんかうん、なんていうのかな、その舞台版と真逆な感じではあるけど、すごいなんか楽しかったというか、うん、めっちゃ結構叫んだりするのもだんだん楽しくなってきちゃった、ツインテール、ずっとツインテール、いい経験になりました。みんな何が好き？あれ全然、あ逃げ見するかな。自分じゃない感じもう好き、ダンスがね一列のやつとかなんか今って感じで可愛い、猫っぽい振り付けもあって可愛い、めっちゃ好きです、楽しいね。じゃあそろそろ近況を、近況トーク、近況トーク、そうだな、なんだろう、近況、沖縄ね、そう乃木坂工事中で沖縄に行ってきましたそうバツポイントのね生産ロケ、そうなんですよ、なんとまだ今どこまで放送されてるのかな、あそうなんですよでも頑張ったよ、そう、あヤギと散歩してたね、そう可愛かった、でも結構活発な子で多分映ってないところでそのヤギにあの子にめっちゃ引っ張られて、まあもうダメだよよしよしとかしよったらなんか角らへんでこの鼻のところゴンっていかれて、なんか追突されて、あら鼻血出たかもと思って出てなかったけど、めっちゃ顔にゴワンってされて痛かった可愛かったけどね、そうヤギと触れ合えるとは思わなかったです、まさか沖縄で、あとなんだぐるぐるバットもか、ぐるぐるバットめっちゃ勇気下手やったよね、まさかあんななると思ってなくて、その海の砂浜のっていう場所とバットで普通時計回りやけど時計回りの逆に回ることでなんかさらに目が回って本当に全然立てなかった、一回やってみてほしい、なんかうん、いやもうちょっとできるやろって勇気も思ったけど本当にできない、一回やってみて、絶対できんよみんな三半規管が弱いらしいね、そうなのよ、あとうーん、あーそっか4期生プリンシパルがあるんですよね、はい、
もうすぐ明日からか、明日か、はあ、そう、なんかあんまりどういう感じとかはまだゆきもよく分からんけど、なんだろう、やっぱり応援しに行きたいなとも思う。うん、みんな行くん？うんうん、あ、行く人結構おる。そっか、ねえ、みんな頑張ってるんだろうなと思うし、3人のプリンシパルすごい懐かしいな自己 PR とかね、めっちゃ一人漫才やったり、なんかみんなすごかったよね。 その話になったんだ、ちょうど3期生でなんか傘回したり、かいわれ大根と話したりなんかみんなすごかったよねっていう話をしよって、そう、4期生どんな感じなのかな、ほんと見に行きたい、ゆきもね、なんかドキドキですね。あ、視聴者3万人超えました、ありがとうございます。うん、そう、それも見に行きたい。あとはなんだ、近況か、一人漫才やって絶対嫌や絶対嫌だよ本当に。何やっ、あれか、色気の剣を、色気のやつやった、そうだそうだ、ちょっと乃木坂工事中でも一瞬映ったよねなんか入ってすぐのお見立て会であった色気はあるとよを冷静に突っ込むっていう、いたとか言ってうん、ね、まあ、またいつかやるかもね、どうだろうねそう、色気、あ、そう、高校卒業しましたそうなんです、ついに高校卒業して、できましたよ、ありがとうございますそう、おめでとう、ありがとう。そう、テストとかめっちゃ頑張ったでも意外と点数良かったんよ、絶対悪いと思ったけど、帰ってきたの見て、あれ意外といいやんってなって、勘で書いたところが結構だいぶ当たっとってそう、ね、80点ぐらいのもあったし、うん、ね、運が良かったですそうね、次何組さん、めっちゃバカにするやん、卒業したのにね、なんでみんなそんな、うん、卒園とか言ってくるし、もうもうすぐ誕生日、あ、おめでとうゆきももうすぐ誕生日、5月、まあ、もうちょっとあるけどね、はい、そう、卒業報告でしたあとなんだ、良きところでの遊戯選手権へ参りたいと思います。の遊戯、そうだ、1位を取りたい、そう、1回1位取ったことあったよね、意外とこういう時さ、めっちゃいいか悪いか な気がする、どうだろう、今日はトランプ
46を超えてゆけ。なんかかっこいい超えてゆけです。トランプを1枚ずつ引いていき、引いた数の合計が46以上になったらクリア。週の中で最も少ない枚数で46を超えたメンバーへのご褒美は焼肉お食事券です。欲しい、焼肉欲しい。あ、今日のお昼のもお肉だったな。あ、どうでもいいかじゃあどんどん引いていきたいと思います。ゆきが最初かな。じゃあ今日月曜日だから、よし、めっちゃいい結果を叩き出す。じゃあこれどんどん画面見せて。まず1、4、2枚目、7。お、13、12、12、6。今どんぐらいなんだろう。8。あ、1。あ、切ります。今なんだろう、今38だって。3。なんか微妙な気がするな。7。 OK。 46超えたらしい。何枚だ、枚数を数えます。何枚ぐらい、何枚1、2、3、4、5、6、7、8。普通 8?8 だ。なんだろうね、なんか一番最初やから8がどうなのかもわからんどうなんだろう、微妙。すごい、すごいやん、すごい多い、普通ね、基準がわからんよね。これやった人おるんかな。じゃあ書いちゃ、じゃ、最初初めてかな、生の時。ここに名前書い、8枚。今1位です今のところ1位、オンリーワン。よし、みんなどんぐらいなんだろう。でも焼肉食べたいなでも運ですよね。8枚以下が出なかったら優勝、優勝か。よし微妙だな想像できないや、何とも言えない。じゃあみんなで祈りましょう。うん、ではではでは、明日のメンバーの発表明日のメンバーは、あ、誰だと思いますかみんな予想してる。水木美代奈さん、飛鳥さん、ももちゃん、クリスティ。あー、違いますじゃあ正解は、明日のメンバーは井上さゆりさんです。じゃあ宿題を出したいと思います。あ、さっき考えたの、あ、もう考えてあります。うん、はい、ちょっと待ってね、確認。やばい、お腹鳴った、今大丈夫、やばい、大丈夫かな
はい、書いた。あ、そう、お団子。そう、今日撮影でやってもらったメイクさんに。そうなのよ、ちょっともう前髪崩れて結構。あはい、じゃあ宿題発表。どどん、最近されてた舞台のセリフを一つ聞きたいです、ゆうきより。うん、気になるよね、歴史のやつ。じゃあ明日の配信時間はまだ未定なので、決まったらお知らせします。ゆうきも見に来ます。そう、舞台ね、見に行きたかったな。うん、明日も楽しみ、本当に。身長伸びたって、そうなんですよ。そう、154ぐらいあって、いや、その日はたまたまなのか。でもみんなにさ、絶対嘘だよって言われて、ちょっと自信なくなってきたけどさ、でも本当伸びたんだよな。まだ伸びると思うな。成長期だから、まだまだ。もうほんとみんな嘘だっていうの、メンバーにも言われた。もうね、あったんだよ、その時は。全力で背筋伸ばしたけどさ、うん、まだいけるよね。先輩に聞いたらね、20過ぎても伸びた先輩もおるし、うん、測りたいな、早く。こっからビヨーンって伸びるから、ビヨーン。うん、目標はね、158。現実的。180とかはもう言わないけどさ、じわじわビヨンってねえ。うん、そんなみんな、じゃあさ、中学卒業してから伸びた人ってどんぐらいおる？中学は結構伸びてる。あ、高校卒業、ん？じゃあ高校卒業してから伸びた人ってどんぐらいおる？やっぱり自分で間違えて。あ、結構おるやん。あ、中学の話かな、これ。まあちょっと期待しててくださいね。あと何かありますか？ちょっとコメント見よう、いっぱい。スクショ？スクショか。あ、そうだ。お、ちょっと待ってね。スクショね。46。スクショタイム。じゃーん。ウィンク。嘘、反転？あ、反転してんだ。こっちか、もう一回。こっちです。そっか、反転ね。46です。
生誕 T シャツもぜひ見てください。色気はあるとよって書いたんやけど、最初縦書きにして、でもなんかこれ主張が激しいかなと思って封印できるように下の方にしてあります。ちゃんとインしたらね、色気もインできるし、そう、ここのワンポイントのゴンゾーと芋は、芋よく見たらね19になるんよ、19歳になるから、そうパッて浮かんで、あれ芋って19になるかもなと思ってそうさりげなく入れてあるのです。豆知識でした。じゃあそろそろ時間かな、ね、じゃあ最後じゃんけんしとく。最初はパー、最初騙されたかな、みんな何人ぐらい騙されたかな。最初はグーじゃんけんポン、勝ったかな、負けたかな、最高かな。じゃあチョキでした。はい、無曜日月曜日終わりのお時間です。無料ニュースアプリスマートニュース乃木坂46チャンネル内で乃木曜日のアフタートークを配信予定です。ぜひそちらもチェックしてみてください。それじゃあ今日のお相手は依田祐希でした。